はい、じゃあこんばんは。こんばんは。はい、じゃあ今回ちょっとね、疫学の方と和人伝ということで、はい、まあ、ちょっと先生の方にちょっと理由の方を簡単に説明していただいて、はい、さっと和人伝の方に行きますね。和人伝の4です。こんばんは。治水師のですね、六号のこの工事からですね、谷金ありということで、この金は田んぼに鳥獣という獲物がいると、はい、それを取ってよろしいということで、一般的に中国人はですね、主食は肉だということで、では日本人はその当時どうであったかということで、魏志倭人伝に入りましたね。魏志倭人伝もですね、何を食べてたかというだけのところに原曲して話せばよかったんでございますけれど、せっかくですね、魏志倭人伝を紹介する以上、全体のいわばアウトラインをお話ししようということで、ちょっと欲張りましてね、長くなりました。魏志倭人伝はですね、あと10回ぐらいで、ね、やらなくちゃいけませんので、駅は駅でですね、寄り道せずに今後はやりたいと思いますね。はい、駅の勉強の皆様方、はい、読んだ義人伝の話をしてですね、けしからんということになってはいけませんからね、駅は駅でですね、今後寄り道せずにやりたいと思いますね。はい、で今回は和人伝の4ということですね。和人伝の話をですね、はい、続けてさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。では前回ですね、当時のですね、まあ西暦200年からまあ280年ぐらいの日本人がですね、どういうですね格好をしておったかという話のところを和人伝に沿ってお話申し上げましたね。はい、そのところちょっとおさらいしますけどね、読みましたのはここですね。その風俗、見たらならず、男子皆露経して、露経というのは頭をむき出しにして、そして経というのは頭の形ですね。どういう頭の形をしていったかということでですね、板書きをして説明いたしましたよね。さて、頭の形の先にですね、どういうものを着とったかということで、その先読みましたね。男子皆露経して持って、もめを持って頭を縛る。ね。まあ、おしゃれな感じで縛ったんでしょうね。では、その先でございますね。その衣、往復、ただ結束して相すらね、ほぼ、縫うことなし、いわばですね、横に長い布をですね、体に巻いてですね、それを衣服代わりにしとったという話をいたしましたね。まあ昔のですね、古代、エジプト人とかね、アッシリア人とかね、まあローマ人もね、そんな格好してましたね。では婦人はどうだった。婦人ですね。婦人は飛髪屈懐、飛髪というのはですね、頭をですね、まあ垂らしてるわけですよね。長く流しているのをですね、まあ垂れ髪と言いますかね、垂れ髪。これが飛髪。それが屈懐というのはそれぞれまあ縛ってるわけですよね。男子のですね、この貝と一緒ですよね。これは結んでるわけですよね。いろんな結び方をですねしたと思いますけどね、男子の結び方4つばかり紹介しましたけどね、女子の場合もそれに準じてお考えいただけば結構ですね。それから衣を作るに短皮のごとし、短皮というのは寝巻きですよね。その中央をうがって頭を貫きてこれを切る。
関東医ということで前回あのお話ししましたけどね、長い布をですね二枚折りにしまして、ね、頭を出すところだけ切るわけですよね。女性はこういうものを着とったんですよ、うんうんうん、そして横をですね紐で結んでと、うん、まあ、簡単ですね、非常に原始的なあのスタイルですね。これが女性の着物のありさまですよね。単品のごとし寝巻きのようなものだと、この時代のですね、まあ先進文化国である魏の王朝の施設から見てですね、それは寝巻きのようなものだ、具体的にはね、中央を浮かして、その中央を浮かして穴を開けて、そこに頭を通してこれを着とった、こういう話をいたしましてね、頭の形、衣の形分かりましたね。その他あの日本にはですね、牛や馬やヒョウ、虎とかヒョウや羊はいなかった、カザサギもいなかった、この話をいたしましたね。そして武器の話をいたしましたね。矛とか盾とか木牛ね、木牛は下が短く上は長かった、それから畜生竹のですね矢でございますけどね、それから鉄線、鉄の矢尻、あるいは骨線、骨の矢尻使ってた。それはあたかも丹治守外のごとし、丹治守外というのはですね、中国の今の海南島の近くのですね、リー族とか病族ですね、それと似たようなものだという話までいたしました。ではですね、今日はですね、顔の形どうしとったかというところを読んでみたいと思いますね。ここから読みますよ。ここから、男子大小となく皆芸面、大小となくというのはですね、大人も子供というもという意味じゃなくてですね、高官もですね、ね、位の高い者も下賤の者、下の者もね、皆芸門、芸面、芸面というのはですね、顔にですね入れ墨を入れることなんです。芸面ね、入れ墨言っても模様じゃありませんね、点々とですね、墨をですね絵取ったようですよね。芸面、それから分身と書いてございますね。芸面分身、芸面というのは顔に入れ墨を入れること、分身というのはですね顔も含みますけれど体にですね入れ墨を入れること、これが分身ですね。芸面分身、いにしえよりその使い中国に参る、古くからですね、我の国のねお使いが中国にいわば貢ぎ物を持ってきてったということを言ってますね。中国に参る、皆自称して大夫という、大夫というのは中国ではですね高級官僚のことでございますよね。戦国時代は上級武士のことを大夫と言いましたけど、日本もですねそれに習ったかどうか知りませんけれど、日本からやってくるね使いは使者は大夫と称しとった、こう言ってますね。ではここのところはですねあまり関係ありませんからちょっとですね、省きまして、ここからいきますよね。断髪分身、断髪分身、
断髪というのはですね、頭をですね、いや坊主のように切ってるわけですよね。断髪分身、分身は先ほど説明しましたよね。顔も体も入れ墨を入れることをですね、分身といった。そして芸面というのは顔に入れ墨を入れることだけを言うんだということを申し上げましたね。断髪分身持って交流の害を裂く。交流の害というのはですね、これは竜なんです。竜ですけれど、小型の竜でですね、鱗のついてる竜で足が4つあるものをですね、中国では交流と言ったんですよね。交流の害を裂くというのはですね、まあそういう入れ墨を入れてですね、海面に入って魚を取ってるとですね、ね、まあ深とかひれが逃げていくということですよね。交流の害を裂く。今というのは、まあ美の施設がですね、邪馬台国に行った時のことですよ。今、和の水神、ちょっと字が切れてますけど、水という字ですね。字の水神、好んで沈没し、好んでですね、水に入って海に入ってですね、この好んで、沈没し、漁夫を捕らえる。漁夫というのは魚とハマグリですね、魚介類をね、捕らえる。分身、また持って大魚水金を払う。入れ墨を入れてるとですね、人間に害をなす大魚とか水金ですから、水鳥ですね、これが逃げていく。大魚水金を払う、つまり入れ墨を入れてるとですね、ね、害に遭わないということを言ってるわけですよね。後に八重持って飾りとなす。飾りとなすというのはですね、入れ墨が実用的にはですね、大魚水金をですね近づけないんでございますけれど、それを合わせてですね、飾りになるんだということですよね。今でもですね、中国のですね、少数民族のですね、方々を写真で見ますとね、特に女性はですね、足の方にですね、入れ墨を入れておりますね。何のために入れてるかというと、それは飾りだそうなんです。飾りですね。日本でですね、昔の日本人はですね、それと同様に、入れ墨を飾りとしたんですね。矢を持って飾りと出す。諸国の分身、当時日本にはですね、国が30ぐらいありましたね。諸国分身、おのおの異なる。入れ墨というのはですね、各国によって異なるということを言ってるわけですよね。魏志倭人伝ではですね、国をですね、30挙げております。漢の時代は、ここに書いてございますようにね、旧借用国あったんですね。ところがですね、まあ、大きい国が小さい国を変更したりいたしましてね、魏の時代は、今、地域するところ30国、30の国になってるということを言ってるわけですよね。その30の国がここに書いてあります。ね。正確に言いますとね、31書いてるんですよ。31書いてますけれど、そのうちですね、同じ国名を2回挙げておりますからね。まあ、30国というんでございますけれど、学説によってはですね、その同じ名前の国も別の国だということをですね、有学説もありますね。ちょっとそれをですね、ここで紹介しますとですね、
まあ、いちいち読んどるとですね、時間がありませんのでですね、この小屋韓国というのがありますね、小屋韓国ね。これは朝鮮半島のですね、一番南端にある国なんです、小屋韓国。これは日本の領土だったんですね。日本の植民地ですね。そして、ずーっと31国挙げております。最後は、コナ国ですね。さて、この、ナ国という国が、2つ挙げとるんですよ。ここにもナ国がありますね。ここにもナ国がありますね。これをですね、同じ国といたしますと、30カ国になりますが、別の国といたしますと、31カ国になるんです。そして学説によってはですね、魏志倭人伝は明示してないけれど、ね、あと2カ国ですね、国があることが明らかでございますから、全部で33カ国としなさい。こういう学説もありますよね。それはまた後でですね、まあ、具体的に紹介しますけれどね。まあ、この小屋韓国以外はいずれもですね、日本のどっかのですね、地名を対応する国として挙げておりますね。うん、これに対してですね、あと2カ国あるという2カ国は、この主従国という国ですね。それから、羅国と国主国。この国はですね、日本にはない。どこにあるかというと、エクアドルにある。エクアドルだって。ね。まあこれもですね、またお話しする機会があると思いますけどね、ここにはですね、小さな地図を持ってきておりますからね、これによってまたいずれお説明します。さて、ナ国はですね、同じ国名でございますけれど、この研究者はですね、最初のナ国は福岡市だと言います。後のナ国は大阪府茨城市だと言います。実はですね、魏志倭人伝については戦後だけでもですね、150冊ぐらいですね、本が出ておりますからね。ね、各人各用がですね、自分の説を主張しておりますからね、これは一つの例だと思っていただきたいと思いますよね。というのはですね、国を列挙しておりましてもね、その国がですね、地理的感覚、どこからどこまで、どれだけあるかということをですね、明示している場合もありますけどね、明示せずに羅列している数の方が多いんですよね。どこに羅列しているかというとですね、これも追ってですね、申し上げたいと思いますよね。ここですよね。国名だけ挙げておりますけどね。国名だけずっと挙げておりますけど、またいずれここに入ります。国名だけ挙げてるだけですからね、どこにあるか分かりません。それを学者はですね、この国は現代の地名によるとここであるということをですね、まあいろんな研究した結果でございますけど ね、明らかにしております。これが一例でございます、はい、ね。では続いてですね、また次回にお話申し上げます、はい。ありがとうございました。